改めまして、小沢です。今ですね、羽田空港の、第3ターミナルに来てます。で、今回の動画からですね、台湾の一人旅になります。台湾グルメで、この後ですね、早速なんですけれども、今羽田空港からですね、台北の方に、向かってですね、で台北、台中、台南という形でですね、この台湾を、舐め回す、そんな、旅をですね、まずしていきたいと思っております。よろしくお願いします。でですね、1年前ぐらいに、私ですね、台湾には一度行ったことございまして、でその時は台北に行ったんですけれども、その時の印象はですね、とにかく飯がうまい、それぐらいの印象、それぐらいじゃないですね、そんなにいい印象がありましたので、今回の旅もですね、とっても楽しみに、している次第でございます。はい。で今回の、台湾の旅に行く前にですね、YouTube で、作戦会議ライブっていうのをやらさせていただきまして、はい、本当に多くの、方々に参加していただいてですね、その台湾のおすすめスポットであったりとか、今何が流行っているのかっていうのをですね、聞いておりますので、今回もですね、そこら辺を回っていく、そんな、旅にしていきたいと思っております。私今目が真っ赤っかでございますね、パンパンでございますけれども、ただいまの時刻ですね、3時50分になっております。朝なのか夜なのか分かりません、はい、ですけれども、ここから2時間後、5時45分ぐらいにですね、こちら出発しますので、きっちりと2時間前に来てる次第でございますので、早速ですね、チェックインをしていきたいななんて思ってるんですけれども、バッグが重たいです。で実はですね、私台湾の後に2カ国行くんですよ、他の国も。ですけれどもね、いつものごとく、こんな感じでですね、バッグ1個で、向かいたいと思いますので、ちょっとこの後荷物のご紹介なんかもしちゃいたいと思いますね。じゃあチェックインを、していきたいと思います。こちら番号 C、 いい番号です。4日間ですね。はい、帰り日の予約取れてます。はい。ありがとうございます。ここに確認させていただきます。お方様。はい。もう最初確認させていただきます。ここにも。ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。うっす。ということで、チェックイン完了でございます。荷物を余裕でですね、2キロぐらいオーバーしておりましたけれども、優しい方でしたね、ちょっとモバイルバッテリーとかを外に出してもらって、もう一回乗っけてくださいって、優しいね。あざす。はい、通過いたしまして、搭乗口112ですね。こちら、あ、ちょっと前に台北行きのタイガーエア、前回これ乗って行ったんですよね、早朝。それに続く形でこちら桃ですね、112ですから、こちらですね、向かいましょう。朝の羽田空港でございます。でこちらはあれですね、ラウンジさんですね、誰でも入れるやつですか、これ。いつもよく分かってませんけども、今もなおね、スカイラウンジっていうのはちょっとお偉いさんしか入らない。あ、大谷翔平さん、おめでとうございます。すごいですからね。はんはん、はいはいはい、入りました。ということで出発まではあと1時間ぐらいですね、になりますので、ちょっとこちらでですね、休憩スペースで、ちょっと待ちたいと思います。はい。でですね、台湾の現在の入国に必要な書類っていうのが、まあ、パスポートと航空券のみです。はい。で今ね、なんか台湾政府がキャンペーンをやってるみたいで、到着して何かね、なんだっけ、ちょっと待って、なんかね、到着の7日前から、24時間前までの間に必要事項を入力して、
応募しておくと QR コードみたいなの発行されるのよ。しっかり私やってますから、それを持って、到着して何かすれば、まあ、抽選でねもらえるみたいなので、こういうのは、しっかりやっていきたいと思います。まあ、それはちょっと現地着いてからやろうと思いますので、はい、なので必要書類は特に必要ありません。必要ありません。必要特別な必要、はい、で、日本からは約4時間ですね。近いですね、とってもね。で、時差は1時間という形で、とっても、旅行のしやすい場所としてとっても人気な場所ですから、一緒に楽しめればと思いますので、しっかりと動画最後まで見てください。さあ乗っていきたいと思います。ピーチってね、今回乗る航空会社はピーチっていう会社なんだけど、これなんか日本の LCC みたいで、ちょっとねネットで調べたところ、ピーチさんコンセプトがしっかりあってですね、コンセプトがですね、空飛ぶ電車ということで、全く意味が分かりませんでしたけども、しっかりと私は今電車に乗っていきたいと思いますけど、这是最后一次广播，请搭乘乐桃航空。では行ってまいります。Please place your small baggage under the seat in front of you, and place the large baggage that does not. 排提紧急出口的旅客，由于无法将行李放在前排座位下方，请使用上方的置物柜放置行李。はい、到着台北桃園国際空港に、到着しました。ちょうどやっぱり4時間ぐらいで、しっかりと到着しております。はい、でなんかあのソーセージとか持ち込んだら、100万ドルの罰金だよっていう風に言われましたので誰がソーセージ持ち込むのかなと思いましたけども、はい、でね、これね、あの機内でも渡されたんだけど、入国にね必要なこの書類、この入国カードみたいな、これ書かないといけませんので、はい、機内で CA さんからもらってください。ない人はここでも書けます。で、書き終わったらですね、ここかな、はい、ということでちょっと、入国してまいります。はい、さっきのところ通過して、でね、ここで荷物取るのか、大きい荷物ある人はね。で、この目の前のところで SIM 交換できたり、あと両替もできるのかな。あ、両替所もあるわ。私は、キャッシングしたいので、キャッシングのところをちょっと探したいと思います。携帯はね、いつも通りあの 通信はあの eSIM ってやつを使って、あの設定をしてポチッとやるだけでもう登録できるから、もう使えるようになってますので、これね、あの便利なのでぜひ参考にしてください。ちなみに、SIM はいくらぐらいなんだろう。まあ、3日で300台湾ドルだから、1200円とかかな、うん、で5日でもう1200円、うん、そんな高くないね。まあ、ここで SIM 買っちゃってもいいかもしれないはい、私は eSIM で設定済みでございます。はい、ご入国。はい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 、そうだそうだ、ここで、あ、ここは多分ツアーの待ち構え組であったりとか、あ、そうね、ここにもねあるのよ、いっぱい SIM 買えるところが。だから今中でも買えちゃうけど、
外に出てきても買えますのでご安心くださいませ。あ、でこれだ、噂のなんだっけ、なんかお金もらえるよってやつのキャンペーンですから、しっかりやっていきたいと思います。これどうやるんだ、これ政府がやってくれてるみたいで、事前にね登録しておいて、で、あ、もうこれ一気にいけちゃう、ちょっと待って、準備があるから。これか、まずこの日本語押します。で、スタート。あ、で、ここにね、QR コードをかぶせんのよ。ちょっと待ってね。はい。そしたら、あれ？外れましたね。しかも、ものすごい一瞬で終わっちゃったな。え？もうちょいなんかわーとかやりたかったけども、ちょっと なんとも言い難い感じです。これ当たると、2000、もういや外れたから自分で調べてください。僕はいつもね、キャッシング、クレカのキャッシングってのでお金を下ろしてて、これは日本から現金持ってこなくていいし便利ですよ。なんか銀行からお金を下ろすのと同じ感じで、そんなにね手数料も高くないのよ、思ってるより。こんな感じで一瞬で、キャッシングできます。さ、これね、カードを皆さん引き忘れちゃうのたまにあるみたいだから気をつけてくださいね。ではでは行きましょうか、台北市内へ。はい。でちょっとね軽食食べるところもあったりで、ここはね、あの Wi-Fi だ、 Wi-Fi 借りる人、あ、クルクさんですね。はい、Wi-Fi 借りたりとかするエリアがこんな感じでまとまってると。でね、こっちもね、あ、こっちはねバスなんだよね、この地下に行くやつ確か。で電車の人はこっち、これ MRT ってやつ。はい、こっちに向かいます。それにしてもさっきのキャンペーンが、一瞬で終わってしまって不甲斐ない気持ちですね。もうちょっとちょっと当たったらだいぶでかいですからね、お金がね。はい、ここはですね出発の、ターミナルなのかな、エリアを抜けたこっちの先にね、あのあります、電車。さあこちら、下の方にくぐっていって、この桃園、全く読めませんね、難しいんですよね台湾の文字って。この下の方に行きますので、はい、向かいます。で今回は、こちら台北は一泊だけしてですね、でその後は台南と台中という形でちょっと下の方まで今回は舐め回す形の、台湾旅になっておりますので、台北はねそんなに舐め回しません。はい、以前来た際に台北めちゃくちゃ遊びましたので、そちらの動画見ていただければと思いますので。へえ。でここはちょっとご飯食べるフードコートみたいなところもございます。そしてこちらです、現在のね台湾の気温が18度だって、今11月中旬っていうか、めちゃくちゃしとくんな、こんな、なんか皆さん出発するタイミングでもあるのかもしれない。後で言おうと思ってたんだけど、台湾の特に台北のホテル代がねめちゃくちゃ高いのよ。確かにね、僕前回来た時にめちゃんこ高かったし、今回もめちゃんこ高かった。ちょっと微妙そうなんだよね台北の一泊の、ちょっと後で見に行くけど、今行くけどねホテル、しっかり取れよって話ですよね、本当にいいやつをケチってるからいつも。あ、さあこちらですね、こちらが、MRT、です。そうだそうだ、でね、台湾 の, この地下鉄電車乗るときに使えるねヨーヨーカードだって、ユーユーヤーカードだっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかねそんなカードがあって、この
以前ねこれ作ってて僕そうこれを、にスイカみたいな形だからこれにねチャージしてあの使えるみたいです。前回のちょっと残ってるっぽいんだよね、うん、ですけれども、これにチャージします。こちらですね、こちらの、ああ見覚えがありますね。あここで、チャージをするんですけれども、いくらぐらいしましょうか。チャージの人はこっちでいいんでしょうかね。ダメですね、どこでやるんでしょうか。あここですね、ちょっと前の人の見ましょう。 あんな感じでカードを置いて、前の人も迷ってますね。さあ順番が来ました。ピット。ジャパニーズ。でチャージする。あでここに置いてもらって。あ結構入ってますね。62。全然入ってませんね。ちょっと待ってください。これでお金を入れます。どうしよう。あ指定ができますからこれで500ぐらい入れときましょうかね。そんないらない？でも200じゃ足らなそうだから500。押せないっていう。あこれピッタシ入れないといけないのか。もしかしてお釣りが出ません。ダメだ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 。これあのピッタシじゃないとお釣り出ませんって。だから1000ドルだったら1000ドル分のチャージになっちゃうんだ。という時はどうせこの窓口でしょう。 Excuse me? I want to charge 500 baht? ドル？Thank you。 そうですね、ない場合はぴったりこちら窓口で言えばですね、あのぴったりやっていただきました。500台湾ドルですね、2000円ぐらい、しておきました。 OK。 それでは、ここから入っていきたいと思いますけども、こちら、ご覧くださいませ。この黄色い線よりですね中入るとですね、ご飯食べたりすると7500、ドル持ってかれますよということで、結構厳しいみたいですね。はい B How are you today? Thank you でございます。そう飲食ができないんだって台湾の、バスじゃねえや乗り物は。でこちらですね2番線になりますので、台北、レッツラゴーで、確かこのあのヨーヨーカード、ヨーヨーカードはコンビニとかでも使えるっぽいんだよね、その電車以外でも。だから日本のスイカみたいな感じだから、だからちょっと多めに入れといてもいいかもしれない、うん、余っちゃったらそっちでやるみたいな。知ってるかみんな。はい2番線が、台北行きですね。こちらここ急行もあるのか。はいはい、ここ A1 一番最初のこの台北駅まで向かいます。これ音楽なんか流れてんだと思ったら弾いてる人がいらっしゃいますね。わあ素敵、実際弾いてるわ。こういう席なんだね、うん、なんか間違ってないよね俺。こんな席だったっけ新幹線みたいな。すんごいとこ行っちゃったりしないよねこれね。大丈夫？行っちゃうよ、行っちゃいましょう。レッツゴー。
はい、台北駅に、到着しました。どうやって行くんだっけな。一旦この、皆さんの流れに、身を任せていきたいと思います。なんかね、空港からは確定みたいのとね、急行みたいのが2つ出てて、僕が乗ったのは急行だったみたいな。そしたら3駅で20分ぐらいで着いちゃったの。早いです。はい、こちらが、台北駅でございますので、こちらにですね、こちら UU カード、ヨーヨーカード、未だに分かりませんけれども、こちらをピッと、はい、したら出れます。そして、竹が待ち構えています。台湾といえばパンダでしょうかね、もしかしたら、はい、綺麗な竹です。そして、止まれは右側ですね、歩く人は左という形でなっております。眠いっすね、やっぱ朝っぱらからだと全然寝れてませんのでね、気合い入れていきたいと思います。今日一日ね、朝から晩までたっぷりと、台北をですね、楽しいプラン組んじゃいましたから、私、食いますよ今日は。はい、確か前回こちら迷ったのを思い出しましたね。これね、場所が難しいんですよね、外に出るのが。なんか電車の乗り換えはまっすぐっぽいですから、多分こっちが中心のあたりになってると思うんですけども、ちょっとね、これか、いろいろと TRM なんかいろんな線がですね、たくさんこちらには固まってそうですので、ちょっとそっちに行って外に出たいと思います。一旦ホテルに行って荷物置きたいんですよね、この、デカバッグを。ただ今回、予約したホテルがですね、とっても怪しくてですね、無人みたいなんですよね、人がいないということは、これ預けられませんね多分ね。ちょっと一旦一日これチェックインは16時なんですよ、今10時ぐらいだから、ダメか、一回行ってみよう。ちょっとここら辺で出口に出ちゃいましょうかね。この北三門っていう、こちらですね、はい、外出れそう、ここはい、一旦こちらから外に出て、そうだ、ここがなんか中心のあたりなんだよね。なんかこんな感じで、台北駅のなんかね、中心のあたりなの。ここら辺で切符変えたりとか、ほらこのいい感じのマークがあってさ、これ天井高くて、クリスマスですね、そうそうね、はいはい、こんなような場所あるんですけれども、向こうに行くとね、西門っていうエリアになるのかな、前回そっちに出た気がするんだよな、ですけども、次はですね、私こっち側でホテル取ってますので、ちょっとこっちに出たいと思います。はい、出ました。歩いて10分ぐらいですね。はいはい、なるほど。ここで、涼しいですね。あら、私長袖全然持ってきてないわ。ほとんど、T シャツ短パンになりますので、ちょっとしくじりましたね、気温いいか、着回せばね。ちょっと歩道橋を、渡ってですね、向こうの方に行きます。どうでしょうか、台北の朝こんな感じでございます。気持ちいいね、いい時期かもしれないわ、この時期。そして、そうだそうだ、建物が古いのよね、台北って。こんな感じで、ちょっと一見ボロボロに見えますけど、まあボロボロに見えますね、はい、そんな建物ばっか。今思いましたけども、ホテルにこれ荷物預けられなかったらやばいですね、私16時っていうすごい微妙な時間なんです、チェックインですけども、私この後山登ろうとしてるんですよね。何しに来てんだって、台北に来てね
なんかね、ゾウさんの山がみたいなとこあって、そっから絶景が見えるっていうから今日ピーカンでしょ、行っちゃおうかななんて思ってんのよね。でもこれでピーカンはやばいよね。ピーカンじゃねえや、山は。あ、出た、2階建て台湾バス。あとね、こんな感じで信号はね、緑なのよ。これ前回も言った気するんだけど、これ緑で可愛いでしょ、うん、そうでもない。さあ、お腹空いてきちゃったな。台湾といえば朝食ですから、ああいっぱい食べなきゃいけないのよ、ああ台湾グルメばっかだから。はい、さっきからですね、この辺りをうろちょろうろちょろしてるんですけれども、ホテルらしきものがないんですよね。名前が台北サイクルステイって書いてあるんだけど、そんなんないんだよな。全部閉まってるしな。え？ここなのよ一応住所では。でもここ開かないんだよね。自動ドアって書いてあるんだけど、自動じゃないもんね。あ、サービスセンター9番もしかして。ハバナイスデイ。チャイムも鳴らないのよ。どういうこと？あ、本当に無人だからさ、この LINE でやり取りしないといけないのかもしんないわ。これ電話通じないし。バッグを貸してお願い。もう一回キューバ。何？マジで何？ちょっと無理だ。全然開かないし連絡も取れないわ。やっぱりあれか、一旦16時にならないと入れないのかな。荷物？あー、でもダメだなこれ。もういいか。しつこいね。もう無理だ。今日この荷物とセット、あ、ブレちゃうかも、疲れちゃうかも。お許しを。ちょっとお腹空いたから朝食でも食べ行くね。切り替えようね、こういう時は。切り替えようねってか、チェックインの時間じゃないっていうのだし、調べてない自分が悪い。よし、台湾といえば朝食ですから、よしよし。ということでね、あのホテルからもう歩いて5分10分ぐらいかなのところにあるね、ディーホアジェっていう通りになるのかな、ちょっと雰囲気がいい通りがあって、そこにちょっとご飯食べに来ました。見てこんな感じの、伝わないかな画面だと。すごくこの通りもさ雰囲気がいいのよ。ほらこう写真なんか撮っちゃって、こうやってお花さんとかさ、こんな感じの。これね、建物がねめちゃくちゃレトロでいいのよ。ほらこういうレンガの建物とかね、こういうおばちゃんとかもいらっしゃいますし。でご飯が、そうそう、ちょっとこれね、あ、いいな、本当にいいな。あ、天気も良くてよかった。ここがなんか朝食ですごい人気で、ほら見て、地元民なのか観光客なのかわかんないけど、みんなバクバク食べてる。こちらここが美味しいんだって。ここね、いっぱい立ち並んでんだけど、このお店のあのこのスープみたいのが、
美味しいなと思います。Excuse me? Can I order here? Okay? Okay? Shoot, this one. This one? More one, okay? Okay. And... これこれ。みんなの真似して同じの頼んだ。このそうめんみたいのとお肉みたいな。で、こっちは別の店舗っぽいんだよね。もうすぐ来た、これ早速来ました、これそうめんよ。そうめんの上にニラが入ってる感じなのかな。もう味はもう想像する限りちょっと薄そうだよね、これね。Thank you. 肉あで、これチャーシューみたいなのを頼みました。これいただきましょう。なんかね、エビなのかわかんないんだけど、魚介の出汁がとっても効いた、想像通りの味です。ほんでチャーシュー、チャーシューうまっ。これなんか上にかかってるタレが絶妙、感動、上に乗っかってる生姜が絶妙、絶妙、絶妙チャーシューです。で、食い終わったらなんかね、お金払ってた。でも先に払ってる人もいたから、なんかどっちでもいいっぽいね。うん。そして皆様、朗報でございます。なんと荷物預かってくれるとこがあるんだけど、なんかそういうサービスみたいなところがあって。知ってた？知ってる人いる？いないでしょねえ。なんかね、あの台北駅目の前にもあるし、ちょうどね、このあの中ホアジェだっけの通りのにも支店があんのよ、店舗が。しかもいくらだと思いますか、荷物預けられるの。1日80元、380、32、360円ぐらいです。鬼安。ちょっと預けちゃえおうかなと思います。本当にこんなん持って、こんなん持って一日回れませんからね。ここなんだ、ここなんかすごく良い雰囲気の音楽と。おー、また混んでる。市場だ、なんていうのこれ、永楽市場っていうのかな、っていう市場になります。こちらなんかね、外はこんな感じの出店みたいのが並んでいて、で、中、この中が市場になってんのかな。すごい人の量が。これは何なんだろう。また美味しいのがあるんでしょ、これ。いっぱい並んで。わ、これ何？あー、Excuse me? What's this?お餅、ありがとうございます。お餅なんだって。これがすごい、この行列。美味しそうだね。あ、おこわとか鶏もも1本。お餅ありがとうございます。お餅とか、あ、これは鶏肉の1本。あ、めっちゃ鶏肉だ。あ、なんかいろんなのが売ってるんだけど、これ何がみんな人気なんだろう。あのご飯のおこわがすごく美味しそう。こんな感じの鶏1匹と。あ、美味しそうね、炊き込みご飯みたいなの。あ、絶対美味しいじゃん。あとはこんな感じの果物とか、まあ、ザ市場だね。このなんか皮膚ぶった切ったやつとかね。で、こんな感じよ、この台湾のご飯。今11時ぐらいですからね、まあお昼時か。あ、ここも美味しいんだろうに。うん、
ちょっと俺チェックしてなかったけど、この市場の中のご飯美味しいかもね。あら、いろんなところがあった、結構美味しそうなご飯出してるよ、うん、いろいろチャレンジしようね今日ね。うん、お気に入かない。あ、そうだここね、有名な、スポットでございます。確かそうそう、お寺なのかな、神社なのかな、ちょっとよく分かりませんけども、お祈りする場所ここで。何をお祈りするかというとですね、恋愛成就でございます。はい、ここで恋愛を成就させたいよって方々がですね、たくさん集っている場所になります。こちら読み方分かりません。はいはい、ここら辺がですね、ディフォアジェ、この中でもですね一番、映えてる場所ですね。はい、個人的にですけれども、このね、道の私ど真ん中歩いちゃってますけど、こういう隅入れば、まあ、こういうですねおしゃれなカフェにぶち当たります。はい、店員さんもとても綺麗ですね。はい、とかこういった干し芋とかね、干してるものがいっぱいあるんです。以前干し椎茸がたくさんありましたので、そういうねなんか貿易のなんとかだっていう場所みたいな、ほらこれこちらです、干し椎茸、うん、こういうのがたくさんある場所なの、うん、ほんとね お土産でもいいだろうし、お買い物いいと思います。こちらねえ、よくない、好きなのこういう雰囲気いかがでしょうか皆様。だってもう見てよ、この歩いてきた通りがサイのこうでしょ、もう優勝、もうチャリ来るよ、もういい絵いい絵、わー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 、邪魔だっつの私が。あ、通り過ぎてしまいましたね、荷物預けるところどうこう、あ、ここだ、あ、違う、ロータスベリーローハス、こちらかしら、ここかな、あれこんなところ、え、ここ、なんか違う気がしてきたな、I want to rent with me. Yes. ここだ。なんか全然ホテルとかでもないし、こういうお茶をさ、何入れるやつ、なんて言うんだっけ、こういうの、お鍋ですね、とか急須とかが売っている綺麗なお店なんだけど、ここでこれ預けられるんだって。あ、はい、しかも日本語もお上手、喋れる上手ですね。あ、そうなんですか。このアプリはちょっとスーツケース預かるの Airbnb みたいな感じで。あ、そうなんです。1階は違うお店、1階は違うお店、オーナーは同じで、2階はホテルなんですか。違う、いや違う、ただ預かるだけ、ただ預かる。18時までに取りに来れば大丈夫ですか。はい、大丈夫。18時、前にお願いします。はい、わかりました。下の店は18時まで。ああ、わかりました。すいません。だって、ああ、ここに、あ、ありました。よいしょ。おお。こちらで預けられました。ここなんて読むんだろう、このお店ちょっとわかんないんだけど、このディフォアジェの恋愛成就するところのすぐ近く、80元で1日預けられます。で、台北の駅前にもねこの同じ店舗があって、それも平日のみだったかな、確か土日ちょっと預けられなかったんだよね、だからこっちにしたんだけど、はい、よかった、あ、身軽、やったスキップできるスキップできてなかったよし、ということで、さあどこ行くんだっけ行きますよ、よし、
ね、こうバイク社会というかバイクの人多いよね。で、ここの肉まん屋さんも有名みたいです。美味しいって。私はこっちに行きます。はいはいはい、いいよね、なんかこういう雰囲気好きよ。なんかさ、台湾の匂いなのか、なんつうの、八角っていうのかな、ちょっとどれが八角なのかわかんないんだけど、いろんなさ、食べ物とかこう街の中とかにも結構匂いするでしょ。どれなんだろう、この匂い。最初ちょっとさ、うってきてたけど、なんか癖になっちゃうよね。これかな、台湾の魅力1、八角の花つぶし、多分。あら、猫ちゃん、かわいい。嘘でしょ、こんな感じ、めちゃくちゃかわいいじゃん。はい、ここがね、夜になると、あ、今ほんとなんもないんだ。ニンシャー夜市って読むんだっけな、っていう夜市になる場所なの。今ね、全くないでしょ、当たり前だけど、お店が。これね、夜になるともうすんごい数になるのよ、ここ。で、これをこっちにね、こっちに渡ったところにあるお店がどうやら有名みたいでして、はい、私ね、まだ食べたことないものがいっぱいあったんですよね、調べたら。うん、どこだっけな、なんかね、ゼリーみたいな、これあんまりとか言っちゃダメですね。これじゃなさそうですね。もっとシンプルイズベストな、あ、これだ、こちら。なんていうの、これもうやる気感じるでしょ、この字に。トウカバナって読むのかな、トウカソウって読むのかな、わかんないですけど、こちらのメニューが、とっても有名みたいです。これね、ここに、あ、メニュー書いてあるから分かりやすいわ。どれが美味しいんだっけな、なんかね、こういうトウカって読むの、これ何なんだろうな、ちょっとよく分かんないんだけど、こういうね、あ、杏仁豆腐みたいなのが美味しいんだって。飲んでみるか。はい。Excuse me. This man? What man? Yeah, here. Ice, no ice, hot. Oh, hot and hot or ice? Oh, ice. What? 60? Yeah. 16 bucks. Oh, もうできてる。こちら。ああ、OK、スプーンをもらって、わっ、一瞬でできましたね。いいね、この文字とともに、はい。いいですね。さあ、こちらなんかね、冷たいのとあったかいの選べて、僕はね、冷たいのにしたんだけど、あったかいのも美味しいのかな、みんなどっち食べてんだろう、うん、これが、このトウカソウ、読み方わかりませんけども、の人気メニューでございます。すごいな、氷なのかな、下氷に小豆みたいな感じのかもしれない、うん、いただきます。なんか思ってたより甘々してなくて、あっさりして食べやすいですね、うん、これすごいすごい食感で、プニプニですごく美味しいですね。で、アイスにするとこんな感じの、上に氷みたいのが乗ってくるんだ。で、この下に杏仁豆腐なのかわかんないけど、この豆腐みたいのが入ってくる。豆って書いてあるから、豆、うん、あ、これだけ食べると白いの、ただの豆腐です。はいはいはい、なるほど、これ初めて食べた豆のお豆腐とうかみたいなやつ、なかなかでしたね。はい、
甘すぎずあのスイーツを楽しむには良いお店だったと思います。それでは、本日ちょっと食べてばっかですので運動しに行きたいと思います。なんかね、象山みたいな書いてあのものすごく高い山みたいなんだけど、そこね、夜に登ると夜景がめっちゃ綺麗なんだって。でも夜今日いっぱい予定いっぱいありますから、あのちょっと日中この食べたあの消化しに向かいたいと思います。ちょっと登ってみたかったのでね。はい、お、ちょっといいのを見つけてしまいました。あ、ヤンキー渡り、はあ、これしかもやっぱりこうやって地元民が集まってますから、これさあれだよね、多分美味しいそうめんのやつだ。これ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 美味しいのよ、このそうめんのやつが。はい、これなんて言うんだっけな、あーそうめんせんみたいなお店が有名だったんで、これ美味しいんだよね。違うよ、 OK。 あー、あ、かき入りと、あの、ちょ、あ、ホルモン、Yes、ホルモン、一つ、Yes、一つ、パクチーだよ、あ、ノー、パクチー、これ、あ、頼んじゃった、勢いよく。でも見て満席なんだよね、これ全部、席がパクチー入れる入れないはお願いできるわ。こんな感じで、Thank you. スー？スー？うん。ニンニク。ニンニク。はい。ラー油辛い。あ、ラー油辛い。豆瓣醤辛い。豆瓣醤辛い。少し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 。はい。わかりました。ありがとうございます。優しいおばちゃんが食べ方も教えてくれた。入っちゃったよ、勢いよく。これ美味しいのよ。見て、このたっぷりよだれ出てきた。これ小なのかな、これ牡蠣かこの小のを選べて、まあミックスも選べたんだけど、これはねちょっとあの牡蠣生ダメなのでこれで行きましたけど、見てめっちゃ混むよこの店。ここ人気ですよ皆さん。うん、マジでうまいわ。卓上にさ、さっきおばちゃんがおすすめしてくれた調味料いっぱいあるんだけど、このね、ニンニクとこれ酢って言ってたんだけど、酢かな分かんないんだけど、この2つ入れて食べて飛ぶぞ、うますぎて。マジでうまっぜひね、あのキスの予定がない方はで、ね、ニンニクぶっこんじゃってください。私3すくい入れましたから。オッケー、ノーバラブン、ミヨンミン、Thank you。 いただきます。美味しい。あ、美味しい、目の前の方が牡蠣のスープみたいのくれて美味しい優しいね。あ、食べろって、はい、うん、おいしい、うん、何食べたんだろう、牡蠣なのかな、すごくおいしい、辛い、
これも入れてみろと、辛いやつをこれに入れて、ラー油、優しいね。まあ、ニンニクの次はこの辛いのにしてみました。 Thank you。 これくれたおっちゃんが食べてみろ。うわ、辛っ。これはダメです、辛いの。カレー辛いのはほんとちょっとにしないとダメ。おっちゃんめっちゃ入れてたからさ、真似したら谢谢。美味しか。目の前に座ってるおっちゃんは優しいし、店主のおばちゃんもさ優しい。辛さで心が熱いのか癒されたのかどっちか分かんないぐらい、あっち絶対あれ入れすぎた。あそこ良かったですよ。じゃあ山、その象山ってとこはこのねバス停から向かいたいと思います。今ねさっき豆腐のデザート食ったところと激辛麺食ったところがあるんだけど、夜市の道ね。でこれをねずっとこっちに来たところにこのねバス停みたいなとこがあって、この226ってやつかなに乗れば約ね50分ぐらいかけてそのね象山さんのとこまで行けるみたいです。こんな感じでね、いつも Google マップで、現在地と目的地入れて調べて、で一番なんか現在地行きやすいので選んでます。ちょっとねバス乗ってみようと思います。多分ね悠々カード、ヨーヨーカードで行けると思いますので、どっち、悠々ヨーヨー来ましたね、あれだ。これを誰か止めるのか、止まってくれるのか、止まってくれた、はい、よし、こちらですね。これにこの悠々カードをですねピチッと、はい、入れました。40分ぐらいだったかな、40分ぐらいで、ほんとねさっき乗ったところから1本ずっと、ええ、さすがにここら辺まで来ると、田舎感というかちょっとまた中心のあたりとは雰囲気が変わりますね。そうでもないですか。はいはい、やっぱ山名だけあってもうすでにですねこれ坂道になってますね、ずっと、はい、ここら辺はちょっとなんかなんて言うんでしょうかね、絶妙な建物がたくさん並んでますね。なんかこういうベランダみたいのがなくてさ、なんか面白いねこういう、うん、これが入り口、これが玄関、あーポストあって渋いな。でね、あ、書いてあるわ、ほら、歩道って。こっち行くとね、駅の方に行くっぽいわ。だバスで来た人と電車ここで合流するんだろうな。ほらみんな歩いてるような人ばっかだわ、うん、杖持って。どこが、頂上なのかもうちょっとわからないんですけど、ここが登ってった先がね
すっごくあの夜景とかが綺麗になるんだって夜はね。うん、で今日は昼間このピーカンの空ですから、あーコーヒー屋さん、おーいい感じ、見てこの象山日光コーヒーめちゃくちゃいいじゃん。ちょっと中だけ覗かせて、わー、ハロー、わ音がおしゃれ、あーいけてる、めちゃくちゃいいじゃん。ちょっと登った後ここちょっと来てみましょうかね。ドアが可愛くない？これいけてるね。あ、でも持ち帰りもできるんだ。買って登る？舐めてる？コーヒー飲みながらとかね。後に行きましょうか。こんないい感じのカフェ好き。あー、であのライト欲しい、緑のライト、こういうやつ。どうでもいいでしょう。はい、登りますよ。ここからなんかここら辺はお店もキュートで可愛らしいですね。こういう、あらこれもいいじゃないの、酸っぱい女って書いてあるお店、何ですか、惹かれますね。はい、こういう台湾料理なのかな。ここも可愛くない？見てこのドア、そしてこのガラス張りの、あーあら子供たちが暴れてますね。何なんですかここは、クッキングショップみたいな感じか、料理するところ、うん、かも。ジュース屋さんとか、ここもなんか、お、水分補給できるところなのかな。あー、ちょっとお祈りする系ですね、はい、ここか、これか。あー、さっきからお店ばっか気になっちゃう、登るのより。ここは、ここもコーヒーかな。これあるじゃん、なんだっけ、アルビダみたいなあのコーヒーショップ、有名なね、ここも美味しそうだな。何屋さんだ、なんだろう、パンケーキかな、なんかケーキみたいな、ちょっとわかりません。なんかでも可愛らしいのありますね。はい、さあちょっと前儀が長かったので早速登っていきたいと思います。こちらです。さあレディゴー、あ、入り口って書いてある、登山入り口。さあ、あ、天気いいから気持ちいいですね。あ、でこういう階段の脇にはゾウさんのマーク、細かい、はい、いいですね。何段あるんでしょうかね、これ結構ありそうな感じがします、はい、ただ、まだ登って間もないですけれども、今はすごく気持ちいいですね。階段もそんなに、急ではないので、あ、すごくいい匂い。ここは何？もうさっきから邪魔するな、喋る。あ、これは、生絞り。What is it? オレンジ？オレンジジュース。あ、オレンジジュース。Yes, pure, you know? 100%. 100%? Oh, okay. Okay, I don't know. Okay. オレンジジュースも、あの入り口で売ってますし、魅惑が多いですね。魅惑？誘惑が多いですね。さあ登りましょう。どうですか、私ですね、自然をこよなく愛している人間でございますから、こういうね、すみません、私の吐息が混ざっちゃってるかもしれませんけども、こういう道好きなんですよ。こういうとこお散歩するの、はい、どうでもいいよって声が聞こえてますけれども、こういう話する以外ないんですね、こういうとこ登るのは。はい、右側通行ですね、皆さんごめんなさい、私が邪魔しちゃってます、はい、こんな感じで。ただ周りを見れば高いビルが立ち並んでますから、なんか都会と公園の融合という形でしょうか。さあ右と左どっちに行けっていうね、これはなかなか、あ、いい選択ですけれども、大体ですね、こういう多く人が歩いているところは、私行きたがりません。はい、こういうね、人と違うことをしたがりますから、ちっちゃい頃から子供の時からすぐ団体行動を避け、一人でこうやってトコトコしているのが今の一人旅につながっております。はい、この調子でですね喋り続けないと
持たない気がしますね、このゾウヤマさん。ずっとこの光景が続いていくんじゃないでしょうか。やっぱ登山っていうのはこう一人で楽しむというよりはですね、やっぱりこの気持ちを共有していくのが大事なんじゃないでしょうかね。登り切ったとか、もうちょっとだねとかですね、さっきからすれ違う方、私一人で喋ってますから、すごい視線を感じますけれども、もう気にしておりません。私も YouTube 始めて1年半が経ちましたから。はい、それにしても鳥がうるさいです。はい、ちょっと休憩スポットみたいなところ到着しました。こちら、なんとか運宮というスポットですね。300メートル登ってきたと。なるほど。私、登山というものはですね、人生で一度だけなんか学生の頃かなんかにやったことあるんですけれども、特にいい思い出はございませんでした。はい、シンプルに疲れただけっていう。ただ私の両親が今登山にはまっておりますので、何が楽しいのか分かりませんけれども、やっぱりやってみないとね、分からないと思いましたので、今その登山って言っていいんでしょうかね、こういった道を一人ポツンと喋りながら歩いておりますけれども、私ですね、登山多分好きじゃないですね。はい、自然は好きなんですけれども、もうちょっとゆっくりした道でこういう自然を感じたいななんて思っちゃったりもしてます。ただもしかしたらまだ判断するには早いのかもしれませんね。何を言ってるんでしょうか、さっきから一人で。もう少し、もしかしたら頂上を、あとですね、ちょっと言い訳していいですか。私ね、昨日なんかジムに行っちゃってですね、足バキバキに鍛えちゃったんですよね。それきついです、シンプルに。でさっきからね、こう分かれ道がたくさんあるんですよ、こうやって。でどっちがどういう道につながってるのかがいまいちわからないんですよね。こっち行くか、平坦な道。あれ、ほらちょっと下ったりすんのよね。あれ、頂上こっちじゃないのかな。あれ危ない。今ちょっと Google マップで見たら、先ほどのこの分かれ道、私が選んだ道じゃない方に行ってたら、ちょっと違う方向に行ってました。こちら平坦な方を選んじゃったんですけども、やっぱりこういう険しい道が、僕の行きたい方向でした。楽な道を選ぶなと、こういう学びが登山にはあるかもしれません。これ急ですね、とっても。こんなちっちゃい子がもうなんか表情一つ変えず余裕だな、弱音を吐くな、私よ、いい大人が、ね、お、ここじゃない。あれ、今 400m 現在地、頂上まで全然あと倍ぐらいありますね。ちょっと行った。マジか。ちょっとここら辺、あ、いいじゃんいいじゃん、ここでいいじゃん。頂上感ありますけども、僕ね、ことごとくいろんな国行った時になんとかタワーっていうのを登ってんのよ。で台北も101って言って、すごい大きいねタワーがあって、頭痛くなってきた。そこに登った時にさ、すんごい曇りだったの。うん、でさ、絶景見れなかったんだよね。だから今日は晴れたので絶景を見に来たっていう次第でございます。ですけれども、今400m ぐらい登ってきて、これで半分みたいですね。
富士山って何メートルだっけ。あ、なんかこっちも写真撮影スポットありますね。わあ、いいじゃん。え、こっちでいいよ。え、行きますよ。こちら、じゃん。目の前に見えるのは、あれが台北101というでっかいタワーでございます。あれ前回一番上まで登ってですね、眺めた結果もう曇り 100% でしたので何も見えなかったんですけども、ただいま 400m ぐらいですけども、皆さんいかがでしょうか。絶景じゃないですかこれ。ねえ、こっから倍行ったところで変わると思います。どうでしょうか。もう一回見てください。綺麗ですね本当に。はい、先ほどのカフェに入りました。400メートルが限界でございました。私の足にはプルプルしてます、もうすでに。お恥ずかしながら戻りもあるからね。上り400、下り400だから800歩いてますから。ということで、よくないこのカフェ。こんな感じで電球がさ、一個一個いけてんのよ。このすいません、お隣のこのライトも。なのでこちらで、アイスアメリカーノとですね、デザートを頼んじゃいました。糖分取らないと。まずアイスコーヒー。なんなら山登りはほどほどにして、この周辺を散策するのもいいかもしれないですね。ということで、今回は電車でですね、台北の中心のあたり、ここはね、東門ってやってんのかな、なんか難しい読み方かもしれないけど、東門っていうところに、戻ってきました。で、行きはバスで行ったんだけど、象山さんの方にね。で、象山から市内の方はね、電車で戻ってきました。今回バスの方が安いかもしれないけど、電車の方がなんか楽ちんだね、し早いので、象山さん行くとき電車をおすすめします。はい、ということで、ですね、5番出口の方面に向かいたいと思います。こちらです。このもう読み方が分かりますよね、英安街と読むんでしょうか。こちらを、この後は、楽しんでいきたいと思います。あ、よし、こちらです。ここら辺がですが、ここら辺がですね、英安街というですね、もう読み方が分かりませんけれども、その、グルメ通りになっております。確かに、至る所で、クッキーのいい匂いが、しております。はい、ああいうね、試食を私もらおうとしてしまう、癖がございますからやめてください、そういうのは本当に。
でこちらですね、あのオーマイガーっていうお店もございますので、合ってんのかね、はい、とか、キラキラというね、はい、グルメですか本当に。見当たり、お、ひときわ並んでいるお店を発見いたしました。あそこ、あ、かき氷か、かき、うわ、こっちも、こっちはビール、何これ、あ、これは並んでないわ、こっちだ。なんか確かに美味しそうなのいっぱいあるよ。ここほう、ほう屋さんだな。あそこもすごいな、あれかき氷屋さんだって。ちょっと寒いからもういいかな、ここ気になる。これ何なんだ、わ、何これ、お好み焼きみたいなやつや。何これ、絶対美味しいでしょこれ。ほらもうおばちゃんの手つきがもう正解かわからないけども、叩きまくっちゃった。わあ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 。食べるか。おばちゃん叩きパン。名前わかりませんけども、天つネギ、なんとか餅ですから、こちら行きましょう。うん、これちょっとお店の名前わかんないね。多分この上のやつはさ、違うお店の名前っぽいのよ。ただ、行列は間違いございませんので。私もこちら、おばちゃんたたきパンを、食べたいと思います。この店ね、 Google マップでピン止めしてました、ここ。ああ、めちゃくちゃ人気みたいです、やっぱここ。ここと、あのその対角にあるこのかき氷屋さんはおすすめしてもらってたわ、視聴者さんに。ああ、それぐらい人気ですね、こちら。で、ちょっと Google マップで今調べたら、これなんかパンの中にハム、卵みたいな挟まってるやつ、これ美味しいんじゃないかって言ったから、ちょっとこのディスピクチャーを、ちょっと見せて注文したいと思います。オーダーですね、はい。 I want to order this picture。 これ多分さ、このパン屋さんのメニューだと思うんだけど、あ、ここに書いてあるわ、これだ。ハム、卵とか、これなんだ、台湾バジル、バジリ、これハム、卵いった、うん、バジリって何なんだろう、バジルじゃないね、バズリ、ちょっと分かんねえな、うん、ここでパンの生地をなんか圧縮して、ほんで向こうにやって、それ焼いて、うん、このシューだけやりたいな、これ。Number four, one. 감사합니다. 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 감사합니다.ハム、卵、パンたたきパンでございます。だが、しかし、どこで食べよう、うん、お、公園がありますので公園で食べましょうか。ここね、ここすごい人気ですね、うん、あ、マンゴーかき氷もあるんだ、まだ。なんかもう時期じゃなくてあれかなって言ってたけど、ちょっと今食えないな、この寒い。あ、皆さんマンゴーを食べてるっぽいわ。ああ、ここもあのすごく人気みたいなので、ぜひね、あの行ってみてください、はい。そしたらこちらに公園が、みんなここでパン食ってんじゃないの、どうせ。え、もしかして、え、パン公園とか。全然面白くないですね。よいしょ。では皆さん、パンの時間ですよ。お待ちかね、こちらですね。名前はちょっと分かりませんけども、卵、わー、見た目は全然ピンときてませんけれども、こんな感じですね。もう先ほどちょっと十分見せたので、中身はいいかなと思いますけども、まあ、ハム、卵、そしてなんかソースみたいなのぶっかけかってますね、はい。
ちゃいたいと思います。率直な感想。今ただの生地を食べただけでしたのでちょっと感想に困りましたけども、もうちょい奥の方食います。ちょっとこれに関してはあれですね、食感ですね、食感をお楽しみください。こちらレベル22でしたので、それぐらいの意気込みで皆さんあの行列並んでください。食感のみです。はい、あとねちょっと歩いてて思ったけどね、こんな感じの見えないか、可愛いさギフトショップみたいのが多いかもね。さっきもキラキラとか、あのこういう傘屋さんとかさ、ここなんかはいいじゃん、いけてるじゃん。何これ、これは何ですか。あ、石鹸。うわ、めっちゃいい匂いするわ、ここ。大好きな匂いする。なんか、ああ、いいね。木の、こういうヒノキとか、うん。いろんな石鹸のやつだから、これお土産とかにいいんじゃない？こんな感じで。うわ、マジ。店内、マジいい匂いする。こんな感じで1個ね400香港ドルだから1600円とか結構いいお値段するね。でもお土産とかには嬉しいかもね、こういう石鹸はね。こんな感じの、ここ先ほどのパンのお店をこっちに入ってったところにね、あのなんか麺で美味しい 牛肉なんとか麺っていうのが美味しいのがあるんだって。ほらこういう、ここも可愛いでしょ。これも多分ギフトショップだと思うんだけど、うん、見てみるか。ほらこっちも、これピアス屋さんかな。私ピアスとか あじゃないね。ほらちょっと見せて、邪魔しまーす。プッシュ。わほら可愛らしいトートバッグ。ああこんなんどうなの、わかんないけど、うん、ああでもトートバッグ可愛いですね。エコバッグか。あとはこういうあれですね、扇子とかですね。いる扇子、うん、とか可愛い。これはあ、これあれ冷蔵庫系だ、あの磁石だ、うん。こういうのね、キーホルダー集めてる方なんかはいいんじゃないですか。あ、これなんか可愛いじゃん。東京10、台北101のやつ、うん、ちょっとやっぱこれは女性向けかもね、お店はね。ですけれども、あのいい感じのこのバオっていうお店ですか。はあ、さっきのパン屋さんの横です、ね、こんな感じでっていうお店がいっぱいありますね。いいですね。うん、でこんなねお店もあんのよ、やっぱりたくさん。ちょっとほら、こライライっていうのかな、ライコ。ここなんかバリ可愛いんじゃないのこれ、うん、ここね、あらら、ここはいい感じのお土産いっぱいあるよ。これ箸、スプーン、あとこういう下まであるから、ここ可愛らしいですね。あ、ここが一番なんか雰囲気的に良さそうですけども、うん、やっぱりあのカップルで来られてるとね、女性は目が生き生きしてますけども、男性もう本当あくびしたり目が死んじゃってますね、もうねお許しをね、男性はちょっとお苦手なんですね、ああいうのが。ああはい、そうそう、ここも人気店なんだってさ、ここ。ほら、店前も並んじゃってるぐらいだから、ここ、
そう、牛肉麺っていうやつで、すごいな、これだ、そのまんま牛に煮込んだ麺みたいな、結構味濃さそうですけどね、こんな感じの。ここもバリ人気ですけども満席ですね。しかも並んでるという。もう一店舗ね、検討してるのあったのは小籠包。小籠包食べるかこっちの麺どっちがいいかな、どっち気分今、皆さんならどっち。あれ、あれ、もしかして、もしかして、おい、なんで今日に限って午後休なの？ここ小籠包のお店でさ、ここなんで、ここさミシュランにも選ばれてる有名なんだってさ、お店ここだよね。しっかり午後休んじゃってるじゃないの。17時オープンだってさ、もう1時間半もあるよ。ほらここ人気なんだってさ、うん、ご出勤ですね。あんまり文句言ってるとね失礼ですから、今ご出勤されてましたから、はい、すいません。へい、ということで、もう先ほど並ぶのもめんどくさくなりまして、荷物取りに戻ってまいりました。このディフォアジェまで。もういいや、またこの後食べたいと思います。ただ今さ17時ぐらい、夕方ぐらいになってきたんだけど、向こうの方さずっと歩いてきたの、ディフォアジェの奥の方、全然開拓できてないお店いっぱいあったわ。なんかさっき出てなかったお店みたいのがいっぱい出てんのよ、こういうなんか可愛らしい、これ何ですか、まあ、これホステル系なんだけど、なんかねいっぱい出店出てたの、新しいのが。しかも夕方雰囲気良くなってくるんだよね、赤ちょうちんとか照らしちゃって。ですので皆さん D4 で来る際は夕方も来てみてもいいかもしれないですね。ちょっと私は一回ホテルにチェックインしたいと思います。はい、戻ってまいりました。こちらの不気味なホテル戻ってまいりました。一応水はあるね。でなんかね LINE で来るのよ、やり取りが。本棚の本を見つけてください。あー、これが鍵なんだって。やかましいねこれ。606、606、この本棚が鍵になってると。何これ、ボックス606で、これが入ってると。棚に戻すと、これが全部鍵なんですってね、これがね、はい、これが鍵と、はい、で、606の部屋に向かうということですね、はい、さあ606、だいぶ薄暗いですね、こんなのね、はい、もしかして6階まで階段、嘘でしょ。え、嘘だよね、まさか。これ2階だもんね。あ、 1D かん、 1D だから1階か、
どういうこと？しかも1D に人いるし。Excuse me? This wait for 10 minutes, okay? 10 minutes. Sorry, I will hurry up. Okay, sorry. まさかの部屋の準備ができてないっていうね。チェックインは16時なんですよ。今17時過ぎですから1時間経っても用意ができてないと。でロビーで待っとけって言われまして、ロビーこちらですから。文句を言わない。こんなねちっちゃいことで、こういう時に大きい対応できる人がやっぱりモテるんでしょう、ね、ふざけるな。さあお部屋の用意ができたということですので向かいたいと思います。こちらですね、 1D ですので、おカードが必要。こちらをねピッと押していただいて、こちらですね、ピッ、失礼します。お、よいしょ、おー、はいはいはい、激狭ジェットです。よくだぜ、はい、よいしょ、一旦よいしょ、あーいや、お疲れ様、お疲れ様。まだまだ夜は長いけど一旦お疲れ様、よいしょ。ということでじゃあ一旦ですね、恒例のルームツアーをさせていただければと思います。以上です。なんちゅう、もう窓すら、設けさせないぞという、もうギリギリベッドギリギリでございますね。確かにこれは時間かかっちゃうかもしれないですね。もう余裕がないですから、見る感じね。クーラーつけとくか。うん。お、で、こんな感じで。はいはいはい。で、一応テレビがあってって感じですので、まあ。はいはい。で、こちらですね。はい、ポット。で、ちっちゃい冷蔵庫ありますから、皆さん、あ、水も2本ついてますから、私は冷やさない派ですので、よいしょ。はいはい。ですね。はい。で、勉強机、そして、うん、こんな感じで。で、こっち水回りですね。どうくるぜ。ほうほう。はいはいはい。タオル、ドライヤー、お手洗い。まあ、シャンプーとかボディーソープついたシャワー。そして、歯磨き。まあ、いいんじゃないでしょうかね、コンパクトで。まあ、場所はですね、台北駅から歩いて10分15分ぐらいで着いちゃう場所ですし、さっき言った D フォアジェってところも歩いて10分ぐらいで行ける。そんな立地はねめちゃくちゃいいんですけれども、まあ見ていただいた通りザ・コンパクト部屋でございます。はい、いくらだと思いますか皆様。台北高いですね、や、ホテル代が。これで一泊、9000円くらいです。この野郎高えだろっつうの、どう考えても。はい、そんな感じでした。他ね2000-3000円とかにしちゃうと、まあドミトリーとかありましたけど、ちょっと今回ホテルしくったねここね。でここはおすすめしません。部屋はねまあいいんですけど、やり取りがめちゃくちゃめんどくさいですね。まず LINE を登録して、そこで個人情報を送って、で鍵の開け方やってっていう、もうやり取りがめちゃくちゃ多いのよ。しかも全部中国語で来るから、翻訳して日本語にして、またこっち中国語にか、めっちゃ疲れた。うん。ですので皆様ここはやめといてください。はい、ということでちょっとお着替えをしてですね、準備がしたら今日この後もまだまだ行きますから。どこに行くかって、そりゃ夜市だろって。もうちょっと眠たさが半端ないですからね、ちょっとテンション上げていきたいと思いますので、それでは一旦寝ます。はい、ということでこれからはですね、暗いですね、夜になってまいりましたので、これからは
ナイトマーケットではなく夜市に、向かいたいと思います。はい、ちょっとね初の、チャレンジをしに行きたいと思います。はい、皆様どうせチャレンジしないだろうと思ってらっしゃいますよね。今日は食べますあれを。さあやってまいりました。まずはこちらの夜市、なんだっけな、なんとか夜市に、やってまいりました。あまりお店がないんですけど、あの奥ですねの方に、お店が構えてらっしゃるということでございます。はい、このね手前の方というかこっちのエリアはこういうゲーセンというかガチャガチャ、子供たちが遊ぶような射的とかそういうのがたくさんあった通りを抜けてですね、うわ来ましたよ皆様。ここが、なんとか夜市でございます。はい、そして私の目当てだったあやつのですね匂いがとうわくせ、ごめんなさい皆さん無理かもしれません、くせ、もう答えから言っちゃうと臭豆腐食おうかと思ったんだけど、くっせなんくっせ、ここの夜市ね本当に臭い。どれ誰かおならしたぐらい臭いんだけど、これしかも人がすごいでしょ。ただ今日は負けられない戦いに来てますから、はい、しっかりと勝ちに行きたいと思います。でね、この夜市の中にあのその臭豆腐がね食べやすいお店があるんだって。本当かよ、あマジ臭い、進んでください。はい、ですからそれを、ちょっと食べたいと思います。真ん中のあたりなんだよねあるのが。こんなですから夜市は。わーすごいな、奇妙な食べ物がいっぱいございますけれども、これが、台湾の、市場でございます。はい、じゃあちょっとお店の解説だけしましょうか。はい、こちら15元、微笑み、微笑、あんま面白くない、ご飯でしょうか。はい、そしてこちら、絶対コーンですね、コーンにチーズぶっ込んだやつですね、絶対美味しいやつですこれは。はい、でこちらが、串、はい、羊の串ですね。はい、でこちら飲み物、あまた、あ匂いが来ました。匂いが来た、どっかにやつがいます。やつはですね隠れることをしないんですね、堂々と、体からですね匂いをプンプンさせておりますから、すぐ分かりますどこにいるか。私が好きな食べ物こういうのなんですよね、もう小学生が好きなようなこういうお肉焼いちゃったやつ。さあ皆様、そろそろご対面の時がやってまいりました。私が、待ちに待ったあやつとのね、見てください、しっかりと赤いピンで私を呼んでおりますこの Google マップ。あ、これが食べたいですけれども、これはもう予想ができます、お口に入れた瞬間予想ができてしまいます。今日は予想ができない食べ物、この赤いピンのところにいるあやつをですねお口に頬張っていきたいと思うんですよ。やっぱりチャレンジ精神を忘れちゃいけないっていう風にお母さんに言われました。無難な人生を歩むだと。はい、どこだ、匂いがないな、まさか、うん、あいつ隠れたか、今日ビビったか、ん俺が来るって言ってビビって逃げたんじゃねえか。おいおいそうかもしれないですね。ここら辺なんですけどもないですね、なんだ、じゃあ食べませんよいないなら。もうほら赤いピン今僕通り越しちゃってますから、もうさないのよ、どこにも匂いもしないし。あれ、まあ、臭豆腐のくせに食べやすいとか歌ってるから、そういうさ中途半端のとこ取っちゃったからじゃない、ポジション的にね。え行くなら行っちゃいましょうよって、
じゃあ場所を変えましょうか。なかったらしょうがねえな。え？皆さん見つけてしまいました。こちらです。こちらが、林、林寺って読むんですね。林寺麻婆臭豆腐、激込みです。見つけてしまいました。ここ、あーこれですね。確かに匂いはそんなに強くない。臭豆腐こちらです。どれだ、これかな。あー臭豆腐、え、見つけちゃいましたね皆様、すいません。ラーメンとない、ラーメンない、ラーメンない、ラーメンないは臭豆腐と、リュバーと臭豆腐とカモン、カモン、うんうん、オッケー、あ、オッケー、一個综合内容、ここで食べる、はい、あ、左、一人、なんかいろいろ、これは80円です、はい、いろいろ種類があるみたいです。ありがとうございます。はい、なんか、何を頼んだかちょっとはい分かっておりませんけども、おそらく臭豆腐頼みました。で、揚げたのと茹でたのとあとなんちゃらなんちゃらって言ってたな、ちょっと全然わかんない。80元ぐらいしたから結構ついますね、臭豆腐のくせにね、うん、あいつ頼んじゃったよ。わぁ来ましたね。こちら、こちらが、本日、対戦させていただく臭豆腐さんでございます。赤コーナー臭豆腐でございます。そして青コーナー、私でございますけれども、思ったよりですねこいつ、匂いがきつくありませんね。やっぱ食べやすいって言ってただけあるかもしれません。で、こちらが噂の皆様、このでっかいやつ、これ丸々入ってんだね。他はなんかキャベツとか、これはなんか湯葉みたいなやつかな。こいつです、問題の臭豆腐。じゃあまずあのちっちゃめにねいきたいと思います。一口目は、全然余裕です。あれ？うん。ちょっとあの臭豆腐の匂いするんだけど。なんか思ってるより全然いけちゃうな。ちょっとここだけの話さ、食べれないよって絵が撮りたかったのもあるよね、ちょっとね、やばね。はい、臭豆腐食べ終わりました。あのずっと食べてるとですね、口の中が、臭豆腐化していきます。で、鼻から息を吸うと鼻から臭豆腐が出てきます、匂いがですね。はい、食べれないことはなかったですけれども、あのまた食べようって思うのは1ミリもございませんでしたね。はい、あと臭豆腐、匂いはあれだけど味は美味しいよって言ってた、皆様、そこのあなた、嘘はやめてください。はい、匂いが邪魔をします。とにかく次に行きます。ここね、あの、なんて言うんだっけな、
ジンタンっていう駅なんだけど、あのシーリンヨイチっていう、台北かの中では一番ね、あの大きい夜市に、ちょっと来ました。今日はここがメインで、さっきのはね、臭豆腐だけ食べようと思ったんですけどもね、本当に出花をくじかれました。はい、もうね、この辺りもね、うわやばい、またやつの匂いがする。そうね、夜市っていうか、もうどこ行ってもどこへ行ってもあいつの匂いがします。あいつ誰、この作品を作ろうとした人。あ、ほら来た。こっちさっきから臭豆腐しか目に行かないわ。これ串焼きだって、串焼きの臭豆腐。あれ、癖になってる私もしかして。やっぱり癖がある人の方がさ、気になっちゃうって、そういうこと。スカートめくる原理。え、癖マジ。はい、ここがシーリン夜市というですね、台北で一番大きい夜市の入り口になるやつ。すごいね、相変わらず。はい、ここでも私何個か目当てを、して持ってきておりますので、それを食べていきたいと思います。ここね、以前僕食べたんだけど、これね、めちゃくちゃでかい唐揚げなんだよね、これね、あの 3,4 人で食べるぐらいちょうどいいぐらいの、私一人で食べまして、これでお腹いっぱいになって夜市が終わったっていう思い出がありますので、今日はバランスよくいきたいと思います。あら、こちらは鉄板焼き、あ、こういうね、ソーセージもチャレンジしたいんだよね。でかいね、でかいソーセージ。こっちも、うん、でね、なんかこの下にはね、あのフードコートみたいな形で、あ、閉まっちゃってる。あ、今閉まってんだ。なんか閉まっちゃってましたね。あ、まあいいや、もう修道服臭かったんですって悪口言おうとしましたので、まあ良かったです。ここのね、胡椒餅ってやつが美味しい。これ全部列、もしかして。うわ、ここが美味しいんだって。あ、これめちゃくちゃ並んでんな。はい、並びたいと思います。すっげーな。これこの列全部胡椒餅だった。ジャスマン、テキュー。じゃあゲットしたけど、これめちゃくちゃ熱いですよ、これ。これ熱いのよ、これ。これね、美味しそうですね。これ黒胡椒饅頭だっけな。熱いの分かるでしょ、これ。気をつけて、これ冷やしてから食べないと。うめえです、うん、なんかちょっと臭豆腐の味がするのは気のせい、引きずりすぎ。鼻息すると臭豆腐出てくる。はい、なんとですね、夜市、3軒目でございます。はしごしまくりでございます。はい、臭豆腐に始まり、先ほどのね、肉まんみたいなやつ、まあ、臭豆腐はあの全然だったんですけども、あの肉まんもですね、いまいち私の胃袋に、ガツンと来ておりません。台北はですね、今日1日のみになっておりますので、こんなね、普通はですね、3軒も夜市行きませんですけれども、どうしても今日満足してベッドに着きたいということで、私の大好物食べに参りました。話が長くなりました。こちらです。こちらがですね、水餃子の
めっちゃくちゃうまいお店になります。以前はですね、職人みたいなおじちゃんいらっしゃったんですけど、今回はちょっと不在ということで、その弟さんか、息子さんがですね後を継いでおります。来ました、ご覧ください。もう2つ食べること確定しておりましたので2つ頼みました。ちょっと恥ずかしいね、2つだとね、ぎゅうぎゅう混んでる中でこんな2つがちょっと恥ずかしいです。1つにまとめていただけるかと思ったんですけども、これがさ、タレがこれニンニクなのよ。ニンニクでこれいただきます。臭豆腐の5000倍うまい。臭豆腐を思いつく前にこっちを持って、はい、ペロリと、2人前、いただきました。マジで美味しいわあそこ。はい、ぜひね、夜市3軒目ですけれども、ここの水餃子美味しいですので、なんていう夜市だったかな、ちょっと載せときますけれども、そこの、端っこら辺にあるお店になります。はい、ということで、本日は心も体もお腹も満たされた、台北1日目でしたけれども、いかがでしたでしょうか。次回の動画はですね、台中に行ったり、台南の方でぐるぐる回ったりする動画になりますので、今後も、お楽しみにしておいてください。今回の動画が少しでも面白かった、役に立ったという方、ぜひ高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。じゃあ、こちら夜市で終わらせてもらいます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。